黒ひげとして知られるエドワード・ティーチ、あるいはエドワード・サッチは西インド諸島と北アメリカの東海岸周辺で活動していたイギリス出身の海賊。その経歴の初期はよくわかっていないが、安城王戦争中に死略船の船乗りとして生活し、1716年頃に海賊。 ベンジャミン・ホーニゴールドの手下となって、彼の拠点である、ニュープロビデンス島に移住した。ホーニゴールド配下の時代では、後に打破したスループ船の船長に任命されて、海賊船団の一角を構成するなど、共に、多数の略奪行為に従事する。船団は後に、スティード・ボネットが船長を務める船を含む2隻が、加わり拡大したが、1717 17年の終わり頃に、 ホーニゴールドは二隻の船と共に海賊をやめ、それに前後してティーチは海賊団の実権を握り、残った船団を統率するようになる。1717 17年11月28日、ティーチはフランスの商船ラコンコルド号を逮捕し、これをアンジョ王の復讐号と名付けて40問の大砲を乗せ、海賊団の機関とした。ここからティーチは、 海賊としての知名度を上げ、その豊かな黒い顎髭と恐ろしい外見から黒髭とあだなされた。ティーチの海賊団はその後も勢力を拡大し、1718年5月にはカロライナ植民地のチャールズタウンの港を封鎖し、人質を取って町に要求を突きつけるなど悪名をとどろかせた。しかし、 翌6月に、ノースカロライナ州防法と近くのサスで、アン・女王の復讐号と、大遺が座礁、損傷し、放棄しており、海賊団からボネットがあり脱するなど、海賊団は大幅に縮小した。海賊退治の使命を受けたウッズ・ロジャーズが、バハマ総督に任命され、西インド諸島に派遣されるなど、イギリスによる、大海賊政策が強化される情勢の中で、ティーチは、 ノースカロライナ植民地の総督チャールズ・イーデンの恩赦を受け、カロライナ植民地のバスの町に移住する。しかし、間もなく、ティーチュは、イーデンの黙認下で、海賊活動を再開し、ロジャーズの追跡から逃れてきたチャールズ・ベインなど他の海賊たちを迎え入れたりもした。これらの動きによって、リンチのバージニア植民地総督のアレクサンダースポッツウッドに目をつけられ、 彼の必要な捜査の結果、1718年11月22日の激しい戦闘によって黒ひげは何人かの手下たちと共にロバート・メイナード大尉が率いる兵士たちに殺害された。ティーチは自分が望む反応を相手から引き出させるためにイメージ作りをするなど、ただ力に頼るだけではない計算高いリーダーだった。現代では、 ステレオタイプの先制的な海賊のイメージがあるが、実際には船員らの合意を得て命令を下し、また、捕虜を傷つけたり殺したというような記録はない。構成においては、黒ひげのキャラクターは、ジャンルを問わない多くの創作物において、典型的な海賊像としてインスピレーションを与えた。黒ひげの初期の経歴はほとんどわかっていない。通説では、 死亡時の年齢は35から40歳で1680年頃に生まれたと考えられている。現代の記録では彼の名前は黒ひげエドワード・サッチ、エドワード・ティーチが品質するが、ティーチが最もよく用いられる。また、その姓いもいくつか綴りのブレが存在し、サッチャ、サッチャ、スウェーク、サク、タック、サッチャ、そしてシーチがある。 ある初期の情報では、彼の性をドラモンドとするものがあるが、裏付けとなる資料がなく、信憑性は低い。海賊は、血筋の名誉を傷つけないために、偽名を用いるのが、一般的であり、そのためティーチの本名を知るすべはない。ティーチは、ほぼ確実に読み書きができ、商人と連絡を取り合い、殺害された時には、 カロライナ植民地政府の主席判事かつ書記官でもあったトビアスナイトの手紙を所有していた。このため、著述家のロバートリーは、ティーチは上流で裕福な家の出かもしれないと推測している。17世紀末頃にティーチは商船でカリブ海にやってきたと推定される。チャールズ・ジョンソンの海賊誌では、ティーチはスペイン継承戦争中に、 ジャマイカの主力戦に従事していた船乗りであり、彼は、類稀な大胆さと蛮遊を、しばしば区別していたと説明されている。ただ、いずれにしても、彼が、海賊になる前の大部分の記録と同じく、彼がいつから戦争に参加していたのかもわからない。エドワード・ティーチが描かれているアレングインターの、シガレットカード、パイレーツ・オブ・ザ・スパニッシュシリーズから、いたきの系植民地主義、 貿易、海賊の歴史を持つ西インド諸島は17世紀と18世紀の多くの海での事件の舞台だった。死略船から海賊となったヘンリー・ジェニングスと彼の後継者たちは18世紀の初め頃に統治機構が撤退したニュープロビデンス島を拠点として使うことにした。それはフロリダ海峡と大西洋を通過するヨーロッパの船で、 往来が激しい航路にたやすく手を出せる位置にあった。ニュープロビデンスの港は何百もの船を容易に収容できる一方で、イギリス海軍の大型船が航行するには浅いという特徴があった。作家のジョージ・ウッドベリーは、ニュープロビデンス島を家がない町、文字通り不老する者たちの一時的な滞在と快楽の場所だったと続け、定住者は、 海賊の支持者か貿易業者、死刑執行人くらいだった。他の者は、すべて一時的な滞在者に過ぎなかったと記す。ニュープロビデンスでは、海賊は歓迎され休息を得られた。ティーチは、島の恩恵を受けるようになった者たちの一人だった。1713年に、ユトレヒト条約が調印された直後に、おそらく彼はジャマイカから移住し、かつて戦争に関わった。 死略船の仲間と共に海賊家業に関わるようになった。推定では1716年頃にニュープロビデンスの安定的な海域で活動していた有名な海賊船長ベンジャミン・ホーニゴールドの手下になった。1716年にホーニゴールドは打歩したスループ船の船長としてティーチを任命した。1717 17年初頭に それぞれスループ船を指揮するホーニゴールドとティーチは、本土へと向かい、ハバナから出港した120バレルの小麦粉を運ぶ、船舶や、さらに間もなく、バミューダ諸島から出港した100バレルのワインを運ぶ、スループ船を打破した。数日後、船は、マデーラからカロライナ植民地のチャールズタウンへの、航行中に停止した。その時、ティーチと彼の相談長、 ウィリアム・ハワードは手下たちに対する指揮に悩んでいたかもしれない。9月29日、チャールズ・ミサキの近くでバージニア植民地のベティ号からその船が沈む前にマデーラからの荷物を積み込んでおり、おそらく彼らはマデーラワインを堪能していた。このホーニゴールドとの航海中にティーチが自分の意志で大勢の船員を指揮する海賊だという最初期の記録が作られた。 ノースカロライナで海賊に対する紹介を行っていたマッシューム・ウンタ船長の報告によれば、ティーチは大砲6門と砲手6人、約70人の手下を指揮しているとされていた。9月に、ホーニゴールドとティーチは大事主で武官を務める裕福な家の出身だが、その年の頭に海賊を始めたスティード・ボネットと出会う。約70人のボネットの手下たちは、 彼の指揮に不満を持っていたと伝えられ、そのため、ティーチは、ボネットの許可を得て、指揮権を彼らの船リベンジ号ごと引き継いだ。こうして、ティーチが乗るリベンジ号と、彼の元いた船、そしてホーニゴールドのレンジャー号と、彼らの海賊団は3隻での構成となった。10月までに、別の船が、さらに露角され、船団に加えられた。 1717 17年10月22日に2隻のスループ船、フィラデルフィアのロバート号とダブリンのグッドインテント号が海上で襲撃され、彼らの罪には残らず奪われた。元イギリス軍の兵士としてホーニゴールドは元々の敵の船だけを標的にしていた。 しかし、襲われることなく貴重な物資を運ぶイギリス船が多く、見られるようになると、1717 17年末に、手下たちは、ホーニゴールドを、船長の役から引きずり下ろした。ティーチが、この決定に、どのように関与したのかは不明だが、間もなく、ホーニゴールドは、海賊家業から足を洗った。ホーニゴールドはレンジャー号ともう一隻のスループ船を、持って去り、ティーチは、 リベンジ号と残りの一席を受け取った。そして翌年6月、ニュープロビデンス島の多くの住民と共に、ホーニゴールドは、ウッズ・ロジャーズから、王の恩赦を受けることとなり、ティーチとホーニゴールドが会うことは二度となかった。海賊誌の第二版で、ベンジャミン・コールによって描かれた黒ひげ1717年11月28日、ティーチが指揮する二隻の船は、 セントヴィンセント島沖で、フランスの大型商船を攻撃した。彼らの原則砲による砲撃は減少を超え、何人かの船員が死に、船長は降伏した。打破された船は、サンマロに所属するフランスの大型奴隷船、ラ・コンコルド号で、奴隷を輸送中であった。ティーチたちは、セントヴィンセントグレナディンに沿って、南方のベキア島に向かい、 そこでラ・コンコルド号の船員と積み荷を下船させた後、船を自分たちの使用目的に合わせ改造した。ティーチは、ラ・コンコルド号の船員たちに所有する2隻のスループ船のうち、小さい型を、モーベズ・ラン・コントル号と改名して与え、その船は、マルティニーク島に向かった。奴隷たちに関しては、ティーチが何人かを仲間に迎え入れたかもしれないが、残りは島に取り残され、 後に戻ってきた、モーベズ・ランコントル号の船員たちに回収された。ティーチはすぐにラ・コンコルド号を、アンジョ王の復讐号に改名し、40門の大砲を配備させた。この時までに、ティーチは、部下のルテナントリチャーズに、ボネットのリベンジ号の指揮権を与えている。11月下旬、セント・ヴィンセント島近くで、グレート・アレン号を襲撃し、長い交線の末に、 この大型武装商船を降伏させた。ティーチは騎士につける、よう命令すると船員たちを下船させ、積み荷を奪ってから火をつけて沈めた。この事件は、ボストンニュースレターで報じられ、ティーチは、32門のフランス船、10門のブリガンティン、12門のスループ船を指揮していたという。ティーチがいつ10門のブリガンティンを手に入れたのかは、不明だが、 この時までに少なくとも約150人の手下と3隻の船を率いていたものと思われる。12月5日、ティーチはアンギラ島近くのカニ島の浜に停泊中であったスループ船の商船マーガレット号を打捕した。船長のボストックと船員たちは約8時間にわたってティーチの捕虜として自分たちの船が蹂躙されるのを見ることを強いられた。 反女王の復讐号の船内に拘留された、ボストックだったが、その後、マーガレット号に無傷で解放され、他の船員らと共に帰ることを許された。彼が、セントクリストファー島の中屯基地に戻って、このことを、ウォルター・ハミルトン総督に報告すると、総督は先制教術書にしたためるよう要請した。ボストックの講述書では、ティーチが指揮する2隻の船舶について、 詳しく書かれている。それによれば一石のスループ船と、フランスの大型奴隷船からなり、オランダ製の36門の大砲と300人の手下たちを用していたという。その大型船には、グレート、アレン号の艦長から奪ったと思われる、高価な金粉や銀のメッキ品また、とても精巧なカップがあった。ティーチの手下は、ボストックに、 他の船舶をいくつか襲ったことや、イスパニョーラ島に向かい、中東軍に支払う資金を運んだ、スペイン艦隊を待ち伏せする計画を立てていることなどを明かしてきた。ポストックはまたティーチが、現地の船の動きについて質問してきただけではなく、近く海賊に対する王の恩赦が行われるかも、しれないと伝えた時に特に驚いた様子は、見せなかったとも述べている。 ソアワーヘロエ、キャプテンティーチアスムドザ・コグノマン・オブ・ブラックビアードフロムザット・ラージ・クオンティティオブ・ヘア、ウィッチ、ライク・エイ、フライトフル・メテオ、カバード・ヒズ・ホール・フェイス、アンド・フライト・エンド。アメリカモアザン・エニ・コメット・ザット・ハズ・アピアード・ゼア、エイ・ロング・タイム、ディス・ビアード・アズ・ブラック、ウィッチ・ヒー・サファード、ツー・グロー・オブ・アン・エクストラバガント・レングス、アズ・ツー・ブレドゥス。イット・ケーム。 アップツーヒズアイズ、ヒーワズアカスタムドツーツイストイットウィズリボンズ、インスモールテールズ、アフターザマナーオブアワーラマリーズウィッグス、アンドターンゼム、アバウトヒズイヤーズ、チャールズ・ジョンソン、海賊誌、ボストックによれば、ティーチは、背の、高い、引き締まった体格の男で、とても豊かな黒いアゴヒゲをしていたと説明している。これが、ティーチの容姿に関する最初の記録であり、彼の異名。 黒ひげの由来である。後の記録では、彼は、豊かな黒ひげを、お下げ状に編み込み、時々、色のついた、小さなリーボンを結びつけていたという。海賊誌では、地獄から来たような凶暴さをより恐ろしく見せるように、常人では思いつかないようなアイデアに基づいた、格好をしていたと説明されている。この記述がまさしく事実か誇張かは不明だが、ティーチは、 外見の価値を理解していたように思われる。ただ怒鳴り散らすよりも、相手の心に恐怖を抱かせることを重視していた。ティーチは、背が高く、肩幅が広かった。膝丈のブーツに暗い色の服を着込み、つばびロボに、時に、鮮やかな色のシルクやビロードのロングコートを着ていた。海賊誌ではまた、戦闘中のティーチは、 肩掛けにした釣り隊に3体のピストルがセットされた、団体のようなホルスターがぶら下がっており、帽子の下には点火した、導火線をつけていたという。後者は明らかに恐ろしい外見を相手に、保持するのが目的だった。コンスタムによれば、ティーチは、そのあるなだかさに反して、捕虜を殺害したり、暴力を加えたことを証明する記録はないという。ただ、 別名を使っていた可能性はあり、11月30日に、モンセラーテ・マーチャント号は、カンティッシュ船長とエドワード船長が指揮する2隻のスループ船に遭遇したというが、このエドワードとは、スティード・ボネットの別名である。1717 17年の終わりから1718年初頭に、かけてのティーチの行動は分かっていない。ヘンリー・ボストックは、ティーチらが、 イスパニョーラ島のスペイン支配下にあるサマナ湾に向かうと言っていたと口述しているが、捜査の結果、海賊行為は発見されなかった。英国艦スカボロー号のヒューム艦長は2月6日に36門の大砲と250人の兵士を要する海賊船と10門の大砲と100人の船員の船からなる一団がリリワード諸島を航行中という情報を得たと。 報告した。ヒュームは、この二隻が、セントクリストファー島沖で、フランスの船を沈めたと考え、船員をマスケット銃で補強して追跡し、最終的に、イスパニョーラの北方向に去っていったのを見たと、報告した。この二隻の船がティーチとボネットによって指揮されていたという確証はないが、作家兼歴史家のアンガス・コンスタムは、 黒ひげの戦断であった可能性が非常に高いと考えている。1718年3月、二隻はベリーズの東にあるターネフ島での給水中に港を作るためにジャマイカ産の赤身の木を切り出していたスループ船、アドベンチャー号を停止させ、その船長であるハリオットに海賊団に入らないかと誘った。ハリオットと部下たちは誘いを受けたため、ティーチは アドベンチャー号に手下を配属させ、船長にイスラエルハンズを任命した。さらに、ホンジュラス湾への航行中に、別の船と4つスループ船を海賊団に加えた。4月9日、ティーチの拡大した船団は、プロテスタントシーザー号を襲撃して略奪し、火をつけた。そして彼らは、小さな亀を捕獲し、グランドケイマン島から出港した。 ティーチはおそらくハバナに向かって航海したが、その途中でキューバを出航した小さなスペイン船を打歩したのかもしれない。それから彼らはフロリダの東海岸沖に1715年に沈没したスペイン艦隊の残骸に向かって出航した。ティーチはカロライナ植民地のチャールズタウンへと北上する前に拘束していた。 スペインのスループ船の船員たちを解放し、道中では3隻の船を襲撃した。海賊黒髭。1725年発行の海賊史での差し絵。1718年5月までに、ティーチは自分自身に提督の地位を与え、県政は最高潮に達していた。その月の後半に彼の艦隊はサウスカロライナ植民地のチャールズタウンの港を封鎖した。 港を出入りするすべての船舶は止められ、町には警備船がなかったために最初に水先案内船が打歩された。その後、5から6日の間に海賊団が停泊していたチャールズタウンバーを越えようとしたおよそ9隻の船が打歩された。そのうちの1隻はサミュエルラッグを含む著名なチャールズタウンの市民グループを乗せたクローリー号であった。 船の乗客たちは港に停泊している他の船について聴取され、そして約半日ほどデッキ下に閉じ込められた。ティーチは人質たちに自分たちが医療品を必要としていて、サウスカロライナ植民地政府に要求すること、もし要求が拒否された場合には、すべての人質を処刑して、その首を総督に送りつけ、打破した船もすべて焼き捨てると伝えた。ラッグが、 ティーチの要求に同意したため、人質の代表マークス氏と二人の海賊が薬を集めるのに二日の猶予を与えられ、町へ向かった。ティーチは、彼の艦隊と打破した船を、陸から約五から六リーグ以内に移動させた。マークスの船は途中で転覆してしまったがために、チャールズタウンに連絡が届くのは遅れ、艦隊へマークスからの返答が届いたのは三日後であった。ティーチは、 さらに二日の猶予を与えたが、送り出した者たちは戻ってこなかった。そのため、ティーチは仲間たちに連絡して八隻の船を港へと乗り入れさせ、町はパニックに陥った。マークスはようやく艦隊に戻ると、何があったかを釈明した。町に到着すると彼はすぐに総督に、海賊の要求を伝え、薬はすぐに集められた。ところが、 一緒に送られた二人の海賊が見つからなかった。彼らは仲間と酒を飲むのに夢中になっており、見つけた時には泥酔していたという。ともかくティーチは交渉内容を守り、打破した船と人質たちを無事に解放した。もっとも彼らの上等な服を含む貴重品は一部しか返さなかった。アン・女王の復讐号を描いたイラストチャールズタウン、滞在中。 ティーチは、ウッズ・ロジャーズが軍隊を率いて、イギリスを出発し、西インド諸島から海賊を追放する命令を出した、ことを知った。ティーチの海賊団は、大西洋沿岸に沿って北上し、ノースカロライナのボーフォートの入り江に向かった。そこで船の整備をするつもりであったが、1718年6月10日に、アン・ジョン王の復讐号はさすに座礁し、メインマストには、ひびが入り、 船体はひどく傷ついた。船を助けるため、ティーチは他のスループ船にロープで引っ張るように命令した。しかし、イスラエルハンズが指揮するアドベンチャー号も座礁してしまい、修理不可能なほどの損傷を受けた。これによって保有する船は、リベンジ号とスペインのスループ船のみとなってしまった。ティーチは、ある段階から王室による恩赦の件を知り、 おそらくそれを受け入れる意向を、ボネットには伝えていた。ただ、この恩赦は1718年9月5日以前に、降伏したものに適用される以外に、その面積対象が1月5日以前の略奪行為に、限るという規定が存在した。普通に考えれば、チャールズタウンの一件のために、ティーチとボネットは、公主刑にされる危険があったが、当局がそれを目こぼしする。 可能性は大きかった。ティーチは、ノースカロライナのチャールズ・イーデン総督は信頼できると考えていたが、念のために他の船長に対する動向を見てから動くことに決めた。ボネットは小さな小舟で、ノースカロライナの中心地であったバスの町へ向かい、そこで、イーデン総督に降伏し、恩赦を受けた。それから、ボネットは、ボーフォートに戻り、 リベンジ号と残りの船員を招集して、セントトーマス島に向かうつもりであった。ところが残念なことに、ティーチは、船の貴重品や船員たちを奪い去っていた。ボネットは報復しようとしたが見つけることはできず、仕方なく、ボネットと手下たちは、海賊行為に戻ったが、1718年9月27日に、ケープフィア川の河口で逮捕された。その後、 チャールズタウンで4人を除いて、公主刑に処された。著述家、ロバートリーは、ティーチとハンズが戦利品の分け前を増やすために、海賊団員の数を減らそうとし、故意に船を座礁させたのではないかと推測している。例えばボネットの手下たちの裁判において、リベンジ号に乗っていたイグレーシャス・ペルは、船を座礁して失ったのは、ティーチの狙いだったと証言している。リーは、 ティーチがボネットにイーデン総督からの恩赦を受けるという計画を実行させたのが一番あり得るとしている。彼はボネットに自分も後に続くこと伝え、さらに四国同盟とスペインの間で戦争が起きそうな気配であり、その際にイギリスから死略免許状がもらえると吹き込んでいた。リーは他にもティーチがボネットにリベンジ号を返還をしたことも 根拠として挙げている。コンスタムも同様にティーチが恋に座礁させた説を提唱し、理由としてティーチは安城王の復讐号が帰って海賊家業の邪魔になっていると見なし始めたのではないかと説明している。例えば海賊艦隊が停泊しているとなれば、このことは近隣の町や植民地に知らされ、近くの船は航行を見合わせるだろうから。そのため、 船を損壊させたのはやや極端な作戦だったが、あまり長く留まらなかったのは、賢明な判断であった。オクラコークの入り江とその周辺の地図ーチは残ったスループ船で、オクラコークの入り江に向けて、北に進む前に、約25人の手下たちを、陸地から1リーグ離れた浜だけの島に置き去りに、していた。これは、彼らが、 ティーチの計画に関づいて反抗しようとしたために行われたのかもしれない。なお、置き去りにされた者たちは二日後に戻ってきたボネットが助け出している。一方、ティーチはバスに向かって進み続け、1718年6月、彼と大幅に減少した手下たちは、イーデン総督からの恩赦を受けた。彼はバスに定住することを決め、 イーデンの総特定の近くでもあるバスの入り江の東側に位置するプラム岬に住んだ。7月から8月にかけて、ティーチは町での拠点とオクラコークに停泊させた自分のスループ船の間を行き来していた。裏付ける証拠はないが、海賊誌の説明によれば、この頃、地元のプランテーションの所有者の娘と結婚したという。イーデンはティーチに 試略船としての任務のために、セントトーマス島に航海する許可を与えた。また、ティーチは残ったスループ船の正式な権利を認められ、それをアドベンチャー号と解明した。8月末までには彼は海賊行為に戻っており、同月にペンシルベニア植民地総督は逮捕状を出したくらいだが、おそらくこの頃には、ティーチは少し離れたデラウェア湾で活動していた。 彼は2隻のフランス船をカリブ海から出港させ、1人の船員を他に移動させると残った船をオクラ航空に戻させた。9月に彼は海上に放棄されたフランスの船を発見したとイーデンに伝えた。すぐにトビアスナイトと税関の徴収官が統括する代理会事裁判所が招集された。船は海上で発見された遺棄品と判断され、 その積み荷のうち、オーダル20タル分の砂糖が、ナイトに60タルがイーデンに引き渡され、戦争にある残りの貨物はすべて、ティーチと彼の手下たちに与えられた。オクラコークの入り江は、ティーチのお気に入りの拠点だった。ノースカロライナ北東部の様々な集落間を航行する船を見つけるのに最適な立地だった。そこでティーチは、イギリスの海賊、 チャールズ・ベインの海賊船を発見した。数ヶ月前に、ベインは、ウッズ・ロジャーズによる御赦を拒絶して、英国海軍の包囲からナッソーを脱出したばかりで、あった。また、海賊ハンターとなっていたティーチの元上司ホーニー・ゴールドの追跡を受けていた。ティーチとベインは、イスラエル・ハンズや、ロバート・ディール。 キャラコジャックのような悪名高い海賊たちと一緒に、オクラコーク島の南端で数日過ごした。バージニア植民地総督、アレキサンダースポッツード・ドティーチとベインが一時的に手を結んだニュースは、近隣の植民地全体に広がり、心配したペンシルベニア植民地総督は、海賊逮捕のために2隻のスループ船を派遣するのに、及んだほどだった。 バージニア植民地総督アレクサンダースポッツウッドも、また、引退したとされる海賊やその船員が、ほど近いノースカロライナに住んでいたために警戒した。実際、ティーチの元手下たちのいくらかは、すでにいくつかのバージニア植民地の港町に移り住んでいたが、7月10日にスポッツウッドは、 すべての元海賊たちは当局に名乗り出ること、武器の傾向は許さないこと、3人以上での旅行を禁じることを宣言した。王室直轄領の植民地の長として、スポッツウッドは、ノースカロライナの異性者たちを部別して見ていた。なぜなら、カロライナの者たちに海賊を抑える能力があるとは、思っていなかったし、だから、元海賊たちは金に困れば、すぐに、 かつての仕事に戻って、バージニアの商業に混乱を与えると疑っていた。スポッツウッドは、アン・ジョの復讐号の元総打手であった、ウィリアム・ハワードがこの地域にいたことを知り、彼が、ティーチの居場所を知っているのではないかと考え、彼と彼の二人の奴隷を逮捕した。しかし、スポッツウッドは、海賊を裁判にかけるための法的権限を持たず、その結果、 ハワードの弁護を担当したジョン・ホロウェイは、彼を逮捕した英国艦ライム号のブランド艦長を告訴した。加えて、ホロウェイは、ハワードの代理人として500ポンドの損害賠償を訴え、これが不当逮捕だと主張した。スポッツウッドの諮問委員会は、ウィリアム3世の法令を引用し、総督は、気球の場合には、陪審員なしで海賊を裁判にかける権限を有し、 ティーチの存在はまさに危険であるため適法という見解を出した。ハワードに対する起訴内容は、御社後に、いくつかの海賊行為に関与したというものであったが、その被害は、スペイン王国に所属するスループ船であって、スポッツウッドの管轄外の地域及び船舶であったが、その事実を無視し合法な裁判とした。また別の2件の襲撃容疑もかけられ、その一つは、 チャールズタウンバー沖での奴隷戦の打捕であり、ハワードの奴隷の一人はその時のものと推定された。ハワードは、海賊行為の容疑で、代理会事裁判所の審議に送られたが、ブランド館長と彼の同僚である、ゴードン館長は、ホロウェイを相手にすることを拒んだ。ホロウェイは、スポッツウッドが、尊敬すべき人物と評する、バージニア植民地司法長官。 ジョン・クレートンに交代させられて、法廷から退去させられ激怒したが他に選択肢はなかった。ハワードは有罪判決を受けて、公主刑を宣告されたが、ロンドンの委員会は、スポッツウッド2718年7月23日、以前の海賊行為は赦免するよう命令し、死刑は免れた。スポッツウッドはハワードから、 ティーチの居場所に関する貴重な情報を聞き出し、彼を捕まえるために管轄外のノースカロライナに自分の部隊を送ることを画策した。スポッツウッドは、ノースカロライナの提督と敵対する二人の男、エドワーズ・モーズリーとモーリス・ムーア大佐の協力を得た。さらに、貿易委員会を通して王室に、ティーチの逮捕によって、経済的利益を得られるかもしれないと提案した。 スポッツウッドはおそらくティーチが莫大な財宝を隠し持っていると信じており、個人的にもこの計画に出資していた。スポッツウッドはパール号とライム号の艦長であるゴードンとブランドに陸路でバスへ向かうよう命令した。そして英国艦パール号に所属するロバート・メーナード、大尉に二隻の指揮権を与え、海から町に近づくものとした。 ティーチの逮捕を目指す必要な動機は、王室から賜ることができるかもしれないもの以上に、バージニア植民地議会からの報奨金だった。11月17日、メーナードは2隻の武装スループ船の指揮を取ることになった。彼は、英国艦パール号から33名、英国艦ライム号から24名の、計57名を与えられた。メーナードは2隻のうち、 大きい方を上官に選び、ジェーン号と名付け、英国艦パール号の人員を当てた。もう一席の方は、レンジャー号と名付け、メーナードの部下の一人ハイドが、艦長に命じられた。二席にもともと乗っていた民間の乗組員の、何人かも船に残っていた。11月17日、彼らは、ジェームズ川に沿って、ケコダンから出港した。この行軍速度は遅く、ブランドが、 バスに到着するための時間的猶予が与えられた。ノースカロライナに向けて出発した6日後、11月23日に、ブランドはバスの3マイル以内に到着した。ブランドの舞台には、他植民地の兵隊がやってきたことに対する抗議を伝えるために、ムルア大佐やエレミアベール大尉を含む数人のノースカロライナ人が派遣された。 ムーアはティーチがそこにいるかどうかを確かめるために町に入り、彼はいなかったが海賊がいることは期待できると報告した。その後、ブランドはイーデン総督の家に行き、自分のたちの目的を通達した。翌日、ブランドはパムリコ側に沿って2つのカヌーをオクラコークの入り江に送り、ティーチが発見できるか確認した。彼らは2日後に戻り、 最終的に何があったかを報告した。11月21日の夜、メーナードはオクラコーク島の内側に海賊船が停泊しているのを発見した。メーナードは停止させた地船から彼らの船の位置を確認したが、水路や浅瀬といった地理が不確かであるため、攻撃は翌朝まで待つことにした。メーナードはティーチを海に逃さないようにするため、 自分たちの存在がバレないよう自前の航路上に入らないように気をつけ、さらに2席に見張り台を置いた。リーチは客をもてなすのに忙しく、島の反対側に見張りを配置していなかった。イスラエルハンズは約24人のアドベンチャー号の船員とともにバスに上陸した。彼もまた非常に乗組員が減っていた。海賊史では、海賊船には、 乗船している者は25人以下だったことや、すべての船を合わせても40人ほどしかいなかったことが、記されている。13の白人と6人の黒人がいたというのは、後に、ブランドによって提督に報告された数である。夜明け、小船が鳴らした音を合図に、メーナードが指揮する2隻のスループ船が、水路に突入した。 小舟はすぐにアドベンチャー号に捕捉され、その大砲の射程に入ると間もなく、砲火を浴びた。船が迅速にジェーン号の方へ撤退している間に、ティーチはアドベンチャー号の怒り綱を切り離した。船員たちは砲を巻き上げると、アドベンチャー号の右舷の大砲がメーナードのスループ船に向くように操縦し、徐々に車線を合わせた。ハイドがレンジャー号を ジェーン号の左舷側に動かすと両船は連合機を掲げた。アドベンチャー号はオクラコーク島の浜の方へ船体を向け狭い水路に向かった。その次に起こったとされることは不明確である。海賊誌では消火器による射撃の後アドベンチャー号がサスに座礁し、メーナードは浅瀬を通り過ぎるために船を停止させて船体を軽くさせたという。別の記録では ジェーン号とレンジャー号も座礁したとされているが、メイナードの公開日誌ではこれらの言及はない。ダーム・ユー・フォー・ビランズ、フー・アレ・ユー・アンド、フロム・ウェンス・ケーム・ユー、ザル・テナント・メイド・ヒム・アンサー、有名シー・バヤ・ワー・カラーズ・ウィー・アレ・ノー・パイレーツ、ブラック、ビアード・ビッド・ヒム・センド・ヒズ・ボート。オンボード、ザット・ヒー・マイト・シー・フー・ヒー・ワーズ、バット・ミスター、メイナード・リップ・ライ、ディーザス、 I can not spare my boat, but, I will come aboard of you as soon as, I can, with my sloop, upon this.Black, Beard took, A glass of liquor and drank to him with these words, damnation sees my soul if, I give you quarters, or take any from you, in answer to which.Mr. Maynard told him, that he expected no quarters from him. ノーシュッドヒーギブヒム v e h 海賊誌より、ティーチとメーナードが退治する場面確かなことは、アドベンチャー号が二隻に向けて、大砲の砲火を浴びせたことである。原則は壊滅的であり、一瞬にしてメーナードは、その三分の一の戦闘能力を失った。ジェーン号は、約二十人の死傷者を出し、レンジャー号では九人であった。ハイドも死亡し、彼の第二と、 第三隊員も死亡か重傷を負った。彼のスループ船はひどく損傷を受けたためにもはや攻撃できるような状態ではなかった。戦術のようにこの戦闘の記録はだいぶ混乱の様相を呈しており不明確であるがおそらく j ン号からの消火器射撃がアドベンチャー号のジブシートを切断しそのため船は制御を失ってサスに乗り上げた可能性がある。また ティーチによる圧倒的な攻撃の結果、ジェーン号とレンジャー号も座礁したかもしれない。こうして戦いは、どちらが最初に船を海上に復帰させるかの勝負になったと思われる。海賊黒ひげの拘束ジーン・レオン・ジェローム・フェリスによる1920年の作品。メーナードは敵が乗り込んでくることを見越して、部下の多くをカンパンに待機させ、 白兵線に備えるように言った。ティーチは船の距離が縮まるのを見て手下たちに戦闘を準備するように命じた。アドベンチャー号のグラップリングフックが標的を捉え二隻が接着すると導火線に火のついた手榴弾が甲板に投げ込まれ爆発した。煙が晴れるとティーチは手下を引いて船に乗り込んだが誰もいないことに気づき船尾にいた。 メーナードの正体に向かって、手形に発砲させた。船内に待機していた、メーナードの部下たちは甲板に飛び出すと、叫び、発砲した。ティーチと彼の手下たちを驚かせる作戦はうまくいき、この攻撃で明らかに彼らは動揺した。そして二つのグループによる戦いは、先のティーチの攻撃によって原則が破壊され、 大量の死傷者の地で滑りやすくなっている甲板で始まった。メーナードとティーチは互いのフリントロック式銃を発砲して捨てた。ティーチのカトラスはメーナードの剣を折った。周りでは優れたンドとわずかな数の差によって海賊たちは選手に向かって押し返されていた。そしてーン号の船員たちはそれまで孤立していたメーナードとティーチを取り囲んだ。 メーナードが再び発砲しようとすると、ティーチは移動して攻撃しようとしたが、その時、メーナードの部下の一人の攻撃がティーチの首元に当たった。重傷を負ったところをティーチは数人の攻撃を受けて殺された。他の海賊たちはすぐに降伏した。アドベンチャー号に残っていた者たちもレンジャー号の船員によって拘束された。その中には、 火薬庫に火をつけて船を爆破しようとしていた者も,もいた。この戦闘による死傷者リストはいくつか内容が異なって存在する。メーナードは8人の部下と12人の海賊が死んだと報告した。ブランドの報告では死亡したのは10人の海賊と11人のメーナードの部下だった。スポッツウッドは10人の海賊と10人の王の親民が亡くなったと述べている。 チャールズ著、ザパイレーツオンブックに描かれているように、ティーチの首は、メーナードの船のマストにぶら下げられた。メーナードが、ティーチの死体を見分すると、重装が五つ、立ち傷がおよそ22を読んでいた。他にトビアスナイトからの手紙を含む、いくつかの書状も持っていた。ティーチの死体の胴体は入り江に投げ捨てられ、頭部は討伐の証拠として、メーナードの船のマストに吊り下げられた。 メーナード大尉はさらに数日間、オクラ航空に泊まり、船の修理や死亡者の埋葬を行った。ティーチの略奪品は、海賊船内や、その側に設営されたテントの中から見つかり、飛びやすナイトの納屋にあった砂糖や麺と合わせて2238ポンドで売られた。スポッツウッドはこの収益の全額を、今回の作戦の費用に充てた。ティーチにかけられた、懸賞金は、 約400ポンドであったが、これは、ライム号とパール号の船員たちに分配された。しかし、ブランド艦長と彼の部隊は死にたくなくて、戦いに参加していなかったのだから、この分配は、非常に、不公平だとメーナードは考えた。ところが、こうした、メーナードの不満も、彼と彼の部下たちが、ティーチの略奪品から約90ポンド分いくすねていた。 ことが発覚したために、もしかしたら、認められたかもしれない講義ができなくなってしまった。また、二つの部隊に対する、懸賞金の支払いが実施されたのは4年後だったし、その勇敢さにもかかわらず、メーナードは昇進されなかった。その後の彼については、不明瞭なまま消えてしまう。ウィリアムズバーグの議事堂ティーチの手下たちと、元仲間たちは、バスのブランドで発見されて、 バージニア植民地のウィリアムズバーグに移送され、海賊行為の容疑で投獄された。何人かは黒人で、スポッツウッドは彼の諮問委員会に、これらの黒人たちが他の海賊と同じ裁判を受けることを免除するための状況について何ができるか迅速に諮問した。それにもかかわらず、1719年3月12日、男たちは、 ウィリアムズバーグの議事堂で開かれた裁判にかけられた。その日の訴訟記録は残っていないが、16人中14人が有罪となった。無罪となった2人のうち、カズットは前夜にゲストとして酒盛りに参加しただけであり、明白に海賊ではなく無実であることを証明した。もう一人はイスラエルハンズで、彼は戦闘には参加していなかった。ハンズは、 坂りの最中に、ティーチに膝を打たれたことや、王の恩赦を受けていることを訴えた。残りの海賊は、公主刑にされ、その死体は、ウィリアムズバーグの議事堂の道沿いに腐敗するまで、晒されたとして知られていた。スポッツウッドが、ノースカロライナの自治権を犯したことは、確実に、イーデンを困惑させたが、スポッツウッドはいささかも死欲に基づくものではないと、抗弁した。 スポッツウッドは、カロライナ植民地の出資者であるカーテレット教に、押収した資産の売却益を得られるかもしれないことや、自分たちの権益を守るために亡くなった、バージニアの人たちのことを思い起こすよう訴えた。また、彼はイーデンが、作戦の成功に何ら寄与しないと示唆することで、作戦の機密性を主張し、海賊を逮捕する根拠は、欧米に由来するとイーデンに言った。 イーデンは、リーチと深い関係にあったことを強く非難され、共犯者であるとまで指摘された。イーデンを批判することによって、スポッツウッドは、自分の侵害行為の合法性を強化しようと、意図していた。スポッツウッドは目的によって、手段を正当化できると考えていたのかもしれないが、実際には、ノースカロライナに一方的に派兵したことになんだ。法的根拠はなかったし、 海賊を逮捕することも、その略奪品を押収したり競売にかける権限も、なかった、とリーは指摘している。イーデンも間違いなく同じ考えを持っていた。スポッツウッドは、トビアス・ナイトもティーチの協力者であったと批判したため、1719年4月4日に、イーデンはナイトに対する尋問を認めた。数週間前、イスラエル・ハンズは、1718年8月に、 ティーチがフランス戦をノースカロライナに運び込んだ直後にナイトがアドベンチャー号に乗船していたと証言していた。また、4人の海賊はティーチと一緒に贈り物を渡すためにナイトの家に行ったと証言した。これら証言とメーナードが黒ひげの死体から発見したナイトの手紙によって、このナイトにかけられた容疑は説得力があるように見えたが、 彼はその能力でうまく立ち回って反論した。ナイトは死病に侵されながらも、スポッツウッドの用意した証言者たちの信頼性を疑問視し、イスラエルハンズの証言は脅迫された下で行われたことや、ノースカロライナの法によってアフリカ人の証言は認められないことを挙げた。また、自分の家に保管されていた砂糖は合法的なもので、あり、ティーチは、 我々が許可した範囲の仕事に関してのみ訪問したに、過ぎないと主張した。理事会は、すべての罪状に対し、ナイトを無実とした。そして彼はその年のうちに亡くなった。イーデンは、ナイトに対する裁判について、何の役割も果たせないことにいらついていた。ブランドが押収した物品は、公的なノースカロライナの資産であり、イーデンはこれを、泥棒行為とみなしていた。 この論争は1722年3月17日に、イーデンが亡くなるまで、植民地間で、やり取りされた。こうした、イーデンの指摘は、スポッツウッドの政敵の一人、ジョン・ホロウェイに引き継がれ利用された。同年、スポッツウッドは、長年にわたって、バージニア評議会で有力者のブルージュケと、敵対していたこともあり、ロバート・オール・ポールによって、総督を解任され、 公認にヒュードライズデールが着任した。We normally think about pirates as sort of blood, lasting, that they want to slash somebody to pieces, it's probably more likely that, a pirate, just like.A normal person, would probably rather not have killed someone, but pirates knew that if that person registered, them and they didn't do something, about it. ゼアーレピューテーションザスゼアーブランドネームと B、インペアド、ソユーキャンイマジン、エーパイレートラザーリラクタントリー、エンゲージングインディスビヘビアーズ、エーウェイオブプリザービングザットレピュテーション、ピーター・リーソン海賊に関する公的な見方は、現代の作家が、海の卑劣な悪党と、しばしば描写するのとは、全く異なる場合がある。海賊となった、視略戦は、一般に、 イギリス政府は予備の海軍とみなしていたし、時には積極的に奨励したこともあった。遡れば、1581年にフランシス・ドレークは、推定で150万ポンド相当の略奪とともに、世界一周の冒険を果たして、イギリスに戻ってきた時に、エリザベス一世から騎士に叙勲されている。イギリスは戦争の危機に貧すれば、 王の御社を定期的に出したくらいで、このため海賊に対する国民の感情はしばしば、好意的ですらあったし、一部には講演者のような存在だと考えている者も,もいた。経済学者のピーター・リーソンは、無教養の野蛮な者たちという現代のイメージから、遠く離れて、海賊たちは、一般的には、抜け目ないビジネスマンだったと考えている。 ウッズ・ロジャーズによる1718年のニュープロビデンスの到着と、及び海賊共和国の終焉を機に、西インド諸島における海賊行為は減少していった。海賊たちは略奪品を売るのが困難になっていったため、その生活は苦しいものとなっていったし、さらにイギリス、フランス、スペイン間でほぼ一世紀にわたる海戦が続く中、死略戦一隻に対して、 イギリス帝国が商船を守るために雇った強力な船舶は数でも勝っていた。奴隷貿易の活況は西インド諸島において海賊が跋扈する状況を終わらせる一因ともなり、もはやかつてのように海賊が繁栄することはなかった。いわゆる海賊の黄金時代の終わり以来、ティーチの功績は伝説となり、本や映画、あるいは遊園地のアトラクションにさえも影響を与えた。 彼について知られていることの多くは、1724年に、イギリスで出版されたチャールズ・ジョンソンの、海賊誌を転居としている。この時代の海賊に関する権威を持ち、アンボニーやメアリ・リードのような人物に関するジョンソンの説明は、何年にもわたって、これらを調べる者の,の筆読書とされてきた。海賊誌は、人気を博し、すぐに2版が出版されるなどしたが、 著述家のアンガス・コンスタムは、ジョンソンの黒ひげの説明は、もっとセンセーショナルにするために、多少誇張されていると疑問を呈している。ただ、それでも、海賊誌は、一般には信頼できる資料と考えられている。ジョンソンは、偽名の可能性があるが、彼の説明は出身あるいは、公文書に基づいて裏付けられているため、リーは、彼の正体が誰であろうと、 公文書を閲覧する、何らかの権限はあったはずだと指摘している。ジョンソンの正体について、コンスタムは推測として、イギリスの劇作家、チャールズ・ジョンソン、イギリスの発行人、チャールズ・リビントン、あるいは作家ダニエル・デフォーの可能性を挙げている。著述家のジョージ・ウッドベリーは、1951年の著作、ザグレート・デイズ・オブ・ピリッシーの中で、ジョンソンは、明らかな偽名であり、 彼が海賊だったと疑われることは避けられないと指摘している。ティーチュは敵を脅かすために死体の頭と血まみれの旗の海賊旗を使用していたと知られている。しかし、一般に黒ひげの旗として知られている骸骨が心臓を突き刺し悪魔と逆付きを交わしている図案はおそらく実際には黒ひげが使用したことはない。 ノースカロライナ海洋博物館その悪名の高さに反して、ティーチは最も成功した海賊ではない。ヘンリー・エイブリーは資産家として海賊から足を洗うことができたし、バーソロミュー・ロバーツは、ティーチに対し推定5倍の略奪品を得ている。長い間、ドレジャーハンターたちは、金銀財宝を求めて、黒ひげが財宝を隠したという噂のある場所を、 探し続けたが、アメリカ東海岸に沿って探検された多くの場所で、見つかったものは、これまで黒ひげと関係はない。いくつかの物語には、彼らが戦利品の隠し場所で捕虜を殺害したことが示唆、されている。ティーチの場合も例外なくこの手の逸話が存在するが、それに基づいて財宝が見つかったという例外もない。海賊の隠し財宝というものは、 それを裏付ける証拠すら存在しない現代の作り話と考えられている。入手可能な記録には宝島のようなフィクションを除いて財宝を隠すことが一般的だったことを示すものは何もない。こうしたことが事実であれば、戦利品を溜め込むことができた裕福なものがいたことを意味するが、これは戦利品は 仲間内で公平に分配するという海賊船の指揮構造を無視している。財宝を隠したことが知られている唯一の海賊はウィリアム・キッドである。これまでにティーチから回収された唯一の財宝は1996年に発見されたアン・女王の復讐号と見られる船の残骸から回収されたものだけである。2009年の時点で 25万点の遺物が回収された。このセレクションはノースカロライナ海洋博物館で一般公開されている。ティーチの亡霊について様々な迷信がある。会場に原因不明の光が見えるとき、これはしばしばティーチの明かりと呼ばれ、かの悪名高き海賊はあの世で友人や悪魔から自分だと認識されてもらえないために頭を探してさまよっているという。 また、ノースカロライナに伝わる話として、ティーチの頭蓋骨は、銀の杯の素材に用いられたのだと、1930年代のある夜に酔っ払った地元の裁判官が言っていたという。黒ひげの名前は、チャールストンの黒ひげの入江のように多くの地元の観光名所に使用されている。彼の名前やキャラクターも、また文学でよく題材となっている。例えば、 マティルダ・ダグラスの1835年のフィクション作品、ブラックビアード、A ページフロム・ザ・コロニアル・ヒストリー・オブ・フィラデルフィアは、この通り主題に使われている。漫画では、ワンピースに登場する海賊、マーシャル・ディ・ティーチのモデルであるほか、エドワード・ニューゲート、サッチも黒ひげから名前が取られている。彼の人生を主題とした映像作品には、ブラックビアード・ザ・パイレート、 ブラックビアード、エスゴースト、カリブの海賊王、そして2006年のホールマークチャンネル制作のミニシリーズ、ブラックビアードがある。2003年の映画、パイレーツ・オブ・カリビアン、呪われた海賊たちでは、主人公、ジャック・スパローは、海賊史の黒ひげと類似点が多い。黒ひげは、最近の2つのテレビシリーズでも、中心人物として描かれている。 2014年のクロスボーンではジョン・マルコ・ビッチが演じ2016年から2017年にかけてブラック・セールズブラック・セールズのシーズン3と4においてイギリスの俳優レイ・スティーブンソンが演じたありがとうございます